映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざっくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。やめろ、妹がやれって言ったんだ。妹のせいにするんじゃありません。本当の親じゃないから僕をいじめるんだ。マイキー。1992年のアメリカのスリラー映画。9歳の子供が殺人を繰り広げるかなりやべえ映画。現代の道徳的に同じような映画を撮るのは無理じゃないか。未だに上映禁止になってる国もあるみたいですよ。エスターの先駆けなのかもしれない。 DVD もブルーレイも見かけない問題作。見たい人は頑張って VHS 版を手に入れてくだされ。監督はデニス・ディムスター・デンク。出演者にはヘルレイザーのアシュレイ・ローレンス。マイキー役のブライアン・ボンソールの演技がすごい。どんな生い立ちがあるかあまり語られることはないが、とにかく容赦なく人々をぶっ殺していくマイキー。ちゃんと偽装工作もする頭のいいマイキー。エスターは設定があのようだったので、比較的感情移入できるキャラクターだったが、このマイキーは生まれついての生粋の悪だったのかもしれない。ハロウィンのマイケル・マイヤーズのように、物語は伏線がいっぱい貼られていて飽きない作り。マイキーのサイコパスさにびっくりするよ。マイキーはエルム街の悪夢が好きみたい。それでは裸になりたくないネタバレ。映画が始まって早々、里親一家を皆殺しにするマイキー。わー、殺人の一部始終をビデオカメラで録画してる。捜査に来た刑事に嘘800並べ逃げるマイキー。早々に新しい里親が決まったぞ。とってもいい子のふりをするやべえマイキー。新しいお父さんと楽しくアーチェリーもするぞ。隣の子に意味深なことを言って困惑させるマイキー。おめえのことだな。やべえ絵を描いているのに全然気づかないアホな里親。担任の先生は頭がいいのでマイキーの絵を不審に思い、バスケ好きの校長に相談するが話にならないので独自にマイキーの過去を調べ始める。一方、隣のお姉さんに興味を持ち窓から侵入するマイキー。じいちダイナミックだな。同じ年くらいの人体標本の本物の骸骨に興味を示すマイキー。ラストの重要な伏線。マイキーは隣のお姉さんの彼氏が気に入らないので猫殺しの罪の濡れ衣を着せてお姉さんと別れさせようとする。担任の先生は例の刑事に連絡を取り、親と思う。アホな里親たちにやべえかもと警告しに行くが大揉め。だんだん里親に対してもヤバくなるマイキー。前のお母さんをぶっ殺した方法ね、ついによりを戻したお姉さんの彼氏を感電させてぶっ殺した。お姉さんの反応を録画してるやべえマイキー。お姉さんにこれで僕だけ愛せるねというやべえマイキー。先生はマイキーの前のお母さんの死に方が彼氏と同じことを知る。あの子やべえんじゃないと言いに来る隣のお姉さん。ハンマーを傍らに自分の撮影した映像を見てるマイキー。急いで駆けつける担任の先生とようやくやべえと思った校長。そして物語はマイキーすげえという展開に。星 4.5 つ。終わり。